最終面接で、うん、宮崎駿さんがじゃあちょっと喋りましょうってバーって喋ってて、うん、その中でトトロってね実は肉食なんだよ。え？でね、あの人を普通に食べるんだよみたいなことを言うわ、言ったらしいです。でその時にリアクションを見てたらしいですよ。え、それはあえて嘘で言うてんの？パッて言ったらしいですよ、うん、それに対して他の人はあ、そういう裏設定があったんですかとか、うわ、ちょっと怖い生き物なんですね、うん、あ、そうは全く気づかなかったですね、うん、中で一人だけ、うん、でもトトロは草食のはずですって言ったやつがいたらしいですよ。そこ見てんだじゃん。でもその人は、うん、そこじゃなくて、うん、トトロがわーって口開けた時に、うん、奥歯があった、うんうん、奥歯がある生き物は草をちゃんとすりつぶすから、うん、ああなるほどね。でそれとだけ合格したらしいんですよ。ちゃんと見てるねっつって。じゃあでもその時家族も言ってたら合格してる。俺は草食ってましたもんね。そうそう。